トイック難しすぎ問題、なんで難しいのか、明らかに語彙のレベルが高い。それぞれのパート見ていきますけど、こんなに厄介になると本当に思ってもいなかったよ。もう引っ掛けを優先しているトイックの美徳が崩れた感がすごいある。まで始まりました。もちつチャンネルです。さあ、今回はですね、トイック難しすぎ問題。ね。一体なんでこんなに難しいのかっていうのについて話そうかなと思いますね。やばい、いっぱい来ますよね。ツイッター見ててもね、たくさん書いてる人もいるし、もう公式問題集じゃ全然歯が立たないじゃないですか。公式問題集よりはるかにむずいじゃないですかっていうね、意見が寄せられてるんですけど、なんで難しいのか見ていきましょう。まだ最近、まあ、ここ半年だけでもだいぶレベルが上がったと言われているんですよ。で、それはまあ受けてる側でもずーっと受け続けてるわけですけど、もう何年もね、それはもう今がピーク時ですよ。完全にやっぱレベルが違う。なぜそのレベルが違うのかですね。昔からトイック難しいって言われた、終わらないって言われてた、でもより一層難しくなった理由見ていきたいと思います。はい、まずですね、明らかに語彙のレベルが高い。こんなん出なかったでしょっていうのがどこどこ出てくるようになりましたね。で、別に出てくるのはいいんですよ。今までもあった。だからトイックっていうのはスキャニングとかスキミングっていうのを重視してますから、スキミングっていうのはさーっと読んで大体の概要がわかる。スキャニングっていうのは答えに関係ある場所だけをスキャンして答えを出す。そう、だからわからない単語があっても読みを止めずに進めましょうねってやつなんです。だからわからない単語があるのは普通のことなんですよ。まあだって日常生活そうじゃないですか。英文読んでたらわかんない単語出てくるじゃないですか。だからトイックも同じで、それがわかんなくても推測できるよねとか、それがわかんなくても答えには関係ないよね、手に入れる情報にそこは関係ないから大丈夫でしょって言うんですけど、いや関係してるじゃん答えにっていうことなんですよ。難しい単語、難しい構文ですよ。最近は構文が答えに関わってくるんだもん。だからそりゃ無理でしょ、正解にしてくんだもん。その難しい表現、見たことのないようなやつをさ、そりゃ無理でしょ。まあ例えばね、セーフガードなんてね、まあ推測できるかもしれないけど、こんなの正解に入れてくるんだとかってね、まあまあメンバーシップのレベル2でもといろいろ話してますけど、でそれがそれぞれのパートで言えるんですよ。なんでちょっとそれぞれのパート見ていきますけど、パート1ですね。パート1最近えらい難しくない？単語レベルがさ、だいぶ上がったよね。もう例えばさ、服がさかかっているってさ、ソファーのとこにかかっているドレープですよ。ドレープなんて出す、そんなのをさ出してくるわけですよ。でもだから何回も受けてるから、それが分かんなくたって消去法でも解けるし、まあまあなんとなくドレープは聞いたことあるしなっていう風に解けるんですけど、だそういうのがここ最近毎回ですね。だ2006年の時にガッと一旦レベルが上がったんですね。パート1ってすごい難しくなったんです。それよりも昔の、過去も売られてましたから、それより昔のやつとかって超簡単でしたからね。一時期ね、売られたんですよ、トイックの昔のやつが。最近のは韓国では売られてますけど、昔のものが売られたことがあったんですね、一回ね。で、その昔のものをやったらさ、超簡単なの。もう同じ表現ばっか出てくんの。マジでっていう感じだったのが、ガンと一回上がったんですよ、レベルが。うわ、こんな表現も出んな、こんな表現も出んだってなって、2006年からガーッとそのままのレベルでいって、で、2016年、の変更でもまあそんなに上がりはしてないな、まあ、難しい表現はもちろん出てくるけどっていう感じだったんですが、最近ですね、この2022年3年になってまた1レベル上がってるね。1レベル難しくなってますね。表現が難しいものが問われるようになったって感じですね。もうそこがマジで驚きも驚きですよ。パート2に関しては2016年の時にグワンと上がりましたね。まあ2006年からのやつでも兆候はあったんですよ。難しくなっていくよこれからって。2016年の変更時のその直前ぐらいからですね、かなり遠回しな表現出てくるよって思って、直接的じゃねえのいっぱい出てくるなと思って、で16年に入って一定数変化球っていうのが出てくるようになったんですよ。直球じゃなくてこういう曲がってくるような球ですね。応答問題ですから曲がってくるようになったなって思って、まあそのレベルが続いてるって感じですね。だここが劇的に難しくなったりはしてない。まあ多分ね、一時期ちょっとそれは無理でしょみたいなのも出てきてて、まあ文句が出たのかわかんないですけど、だってそんな広い文脈 OK にしちゃったら他のだってありえちゃうじゃねえかみたいなね、そんな文句も出そうな問題になったんで、まあ据え置きって感じじゃないですか。だから2016年の時に難しくなりの、その難しくなったままが保たれている。
っていう感じ。だからパート1も2もむずいんですよ。そのだから2016年よりも前の形式の場合はパート1、2っていうのも取り問って言われてたわけで、もう簡単で問題数も多いんだから取っていかなきゃっていう風になってたわけです。これはどうなんですかね。トイック10年ごとに変わってるから2026年また新たに進化するんですかね。でパート3、4ですって。やっぱここも難しくなった。まあもちろん2016年になって意図問題ですね、意図を分からないといけない問題が出てきたりとか、まあパート3だったら3人会話が出たりとか、パート3、4それぞれグラフィック問題ありますから、グラフィックの問題とかがついたんでむずくはなるかなと思いきやそんなでもなかった。まあ英検準1級とかにあるリアルライフにちょっと似てるんですけど、まあ読んだものと情報をこう照らし合わせて、で単純なものばっかりだったんですよ。もうはいはいはい、もうこれが答え、はいこれが答え、はいはいはいこれが答えっていうものが多かったのが、明らかにグラフィック問題がこう2022年23年でレベルがガンと上がった。それは今まではもうはいはい、もうこれどうせヒント言うんでしょ、はい分かってるよ、はい言ったヒント、はいこれが正解って解けてたのが、どんでん返しがよく出てくるようになりましたね。はいはい、あこれで分かったよって言ったらそれじゃないっていうのとか、あ A 来るかなと思うけど、いやでも B も良くないみたいな、 A、B 両方でで後々になってどっちを選んだかが分かるとか、 A って言ってたのが B に変わるとか、 A、B って2つがあってで分かるようになるとか、あとヒントになる単語は1個でもうすぐに答えが出てたのが、ヒントになるものが2個なきゃいけないとか、そういうのが多くなったね。まあこれ言ってたんですよ、2016年当時。今のこの問題だと簡単すぎるからもっと難しくなるっていうのは言ってたんで当時、まあやっぱりガンと難しくなりましたね。手を変え品を変えレベルを上げてきてるって感じで、プラスで分かんない場面が、マジで場面が分かんないようなね状況がたくさん出てくる。結構専門的なもの、医療系だったりとかさ、まあこの間古生物学者出てきたしさ、みたいな、かなりマニアックな農場のね話とか、おいおいおいみたいな状況が連発するようになったんでむずくなりました。マジでこんなに厄介になると本当に思ってもいなかったよ。だからで場面が浮かばないってことはそうです、当然単語もむずくなってますね。で現代化が進んでるからポッドキャストが出てきたりとかさ、タブレットが出てきたり、ソーシャルメディアが出てきたり、昨日もあったねクラウドが出てきたりとかさ、そういうやっぱ現在の状況が分かってないと正解できない。そうだからデジタルにね疎い人たちいっぱいいるじゃないですか、日本人って。だからそういう人たちには不利ですね、だいぶね、っていう専門的なものが結構出てくるようになって、プラスでそれに伴って単語のレベルも上がったって感じかな。で続いてパート5、6が語彙がレベルがかなり上がった、こんなの問われなかったなっていうのと、問われ方も変わりましたね。やっぱ前はなんか品詞の問題、はい形容詞副詞とかってのが、今はみたいな、でまあ昨日だったら接続詞と主語が2つ空欄でいるなんて一回も見たことないですよ、こんなの。でこんな並び見たことねっていうのが結構出てくるようになった。だから引っ掛けがすごい巧妙になった。昔よりもバラバラ感がすごい、選択肢の、だから引っ掛けの選択肢優先になったって感じ。昔はなんか綺麗さを重視してた、語彙問題だったら形容詞がスラッと並んでて綺麗みたいなのとか、なんか役割の違う形容詞とか数量詞が並んでてなんかぐちゃぐちゃじゃんみたいなね、だ漢詞がついてないからこれが正解とかっていうのになったりするし、そうだコロケーション語と語の相性で、あこれとよく使うのはこれだから、だからこれが正解って解けないんですよ今。コロケーションは合ってるけど、いやでもこの文脈だったらこっちは使えないよねとか、あれこの文法事項を考えた場合これよく使う表現だけど言えないよねみたいなのが増えた。だから一段階上になってる、もう引っ掛けを優先してるっていう感じがする。なんかトイックの美徳が崩れた感がすごいあるんですよね。それよりは間違えさせる方を優先しようみたいなのが見て取れるんですよ。だから受験にそういった意味では近づいてるね、大学受験の問題に近づいた。ただあと言えることは文が長い、パート5の一文って昔と比べるめちゃめちゃ長いんですよ、語数がすごく多い、構文も複雑になってますから明らかです。それはで2016年の変更の時から構文はだん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 難しくなってるなっていうのも明らかだったんですよ。語数も多くなってるし、構文を使わなきゃいけない問題増えてんなと思ったんだけど、最近やっぱむずい単語が増えたなっていう印象です。まあむずくなくても引っ掛けようとするっていうのがわかる。でパート6もまあ 3,4 と同じで場面が浮かびにくいものが増えたし、文挿入問題もやっぱむずいですね、非常に厄介ですね。これも言えんじゃないのみたいなのがだいぶ多くなった。だから引っ掛けを重視してるなっていうのが印象。
で、パート7。まあ、やっぱ長いです。昔より全然読む量が長い。まあ、ここがやっぱ最難関と言われるだけあって、非常に厄介。ただやっぱ照らし合わせの問題とかはできるようにならないとダメですね。やっぱトリプルパッセージ、ダブルパッセージっていうマルチプルパッセージってやつですけど、あそこの照らし合わせは優しめなんですよ。他のとこと比べて。シングルよりも優しめなんで、そこに気づけるようになるっていうのが大事ですね。そう。だからトリプルパッセージ、ダブルパッセージって長いじゃないですか。文章2つあったり3つあるわけで。だもうその時点で難易度が高いわけ。だその分、設問が優しくなってることが多くて、解きやすいんですけど、一体自分は一体どこにすごい苦戦するかって言ったら、まあもちろん語彙が難しくなってる。非常にレベルの高い語彙があって、読みを遮ってくるっていうのもあるし、プラスで、推測問題、むちゃこうだからこれが言えるみたいな問題のレベルが高すぎるって思う。これからそんなこと言えるとか、これどこに書いてあったそんなこと、ここに書いてあるこれからそれを推測させんのマジかよみたいなのが非常に多いです。なんでできたと思ってても実は違いますという感じです。まあ2016年から新しいトイックでレベル上がったって言われてましたけど、まあそれからもう一歩進んでレベルが上がったって感じですね。対策が進んでいくとね、どうしてもこうなっちゃうんですよ。レベルを上げていくしかない。これはどんなテストでもそうなんで、試験対策が進むとレベルが上がるっていうのは避けられない。だから英検だって上がってますよ、ちゃんと。いろんなところに見て取れる。その今までのパターンと違うのとかっていうのを出してきてるから、まあトイックもそういった形で難しくしてるっていうのがよくわかりますっていう感じだったと思います。はい、本当に大変ですが、ね、公式教材とかすらレベルが合ってない状態になってるので、苦労する人も多いとは思うんですが、はい、ぜひともトイック受けられる方、頑張ってください。ある意味より実用的になったって言えるのかな。でも引っ掛けをな、難しくするのはどうかと思うんだけどね。はい、ご視聴ありがとうございました。テキボーチング。